行の旅に出ます。伝説の馬仙人に会いに行かなきゃ。お兄ちゃん、カレンの勝手を許して。だってカレンの夢は。花びらや浮かれ流れて滝へ落つ。名人なのね。うん、いいよ。どんなお話がいい？お兄ちゃんは可愛いの中の私も知りたいんだね。ねえ、教えて。私の全部を知る覚悟はあるの？しょうがないな。じゃあカレンが生まれた時の話から教えてあげるね。ほら、赤ちゃんって反射でたくさん笑うじゃない。生まれたばかりのカレンもね、いっぱい笑う子だったの。そしたらね、家族もたくさん笑ってくれたんだ。可愛いねって、すごく幸せそうにしてた。カレンの可愛さはみんなを幸せにするねって、兄さん、実の兄が言ってくれたの。だからカレンは可愛い存在であろうと決めたんだ。それが3歳くらいの時かな。そのために可愛いについてあらゆる研究をし尽くしたの。そうしたらね、私に憧れてくれる子が出てきて。あのウマスタグラマーのカレンですよね。あなたのおかげで自分を変えようって勇気が持てました。カレンは私の恩人です。嬉しかったな。可愛いカレンでいることで家族以外のみんなも幸せにできるって分かったから。私は褒められて嬉しくて、みんなは可愛いカレンで嬉しくなる。この幸せなサイクルをもっと広げていきたいって思ったの。それはテレビで見た馬娘たちが誰よりも輝いてたから。いっぱい汗をかいて、髪の毛も風でぐちゃぐちゃで、表情だって全然笑顔じゃない。むしろちょっと怖いくらい。私の知ってる、私の極めたい、私の信じる可愛いとは全然違う。でもそんな彼女たちを見て、私可愛いって思っちゃったの。だってとってもキラキラしてたから。トレセン学院に入ってレースで勝てば、彼女たちみたいに、ううん、カレンならそれ以上に輝ける。もっとたくさんのみんなにカレンを知ってもらえる。そうして世界中がカレンに夢中になればいいって思ったの。でもグランプリの予選レースではみんなの期待を裏切っちゃった。可愛いってね、完璧じゃなきゃダメなの。みんなの夢を壊しちゃったらそれは可愛くない。準備を怠って蹄鉄が外れたなんて全然可愛くない。だからこうして修行に来たの。ダメなカレンのままじゃ絶対に嫌だから。
可愛い？あんまり褒められてる気がしないな。でも負けず嫌いなのは当たりかな。